みやび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 みやストレージ。早っ。炙り出せると思うわ。とりあえず炙り出せますね。え、どこで死んでらっしゃったんですか。どこですか。まあ最終位置みんな行ってきましょうよ。あ、いいですよ。なるほど。宮尾武雄さんとずっと一緒にいました。うん、はい。ヤウエルカトリカグです。夢行きカフェテリア右上で、でちょうど直前まで阿部弁さんも見かけてました。そうだね、あの僕結構立ち尽くしていてマップを確認して、はい、どことは言わないんでちょっとタスクが集中してたんでどうしようかなつって、でちょうど2人ぐらいで、うん、アドミンの方から降りてった時に3人ぐらいだよね確か。ふんふんふん、誰ですか。僕夢行き竹雄ぐらいで一緒に行って発見したんじゃなかったっけ。阿部弁さん、竹雄さん、夢行きさん、茶、黄緑、水色ですね。ミヤビーもそこに一緒にいましたよね。あれ竹雄さんに見えてないかな、うん、私一緒にアドミンに行ってカードスキャンしたんですけど、その後竹雄さんと一緒に出てって、他の人の話もちょっと、02ごとに加藤ネオ右側ですね。はい、カメラは右側、カメラ青色です。コタニ真っ先にナビゲーションの方に走っていてタスクを終わらせたあたりで加藤ネオさんが見えました。うんうん、ごめんなさい、もう一回したい、どこでしたっけ。言ってないんですけど、まあ、宮尾さんは見えてるんで大丈夫です。で、おそらく八尾さんだと思います。エレクトリカル、ストレージの上側なんで、待って、分かった。八尾さん、カフェテリアからもう一直線にエレクトリカル行ったんですよ。ほう、うん、だからマジで誰も会ってないし、これあの八尾と竹尾さんで村人同士の悲しきすれ違いだと思うんですけど、さっきあったもんね。だから竹尾さんが一瞬でもその、うん、ずっとストレージの上らへんにいたっていうのは分かるんですけど、うんうんうん、そのなんだろう、多分誰かがやってると思うんですけど、すれ違い云々っていうよりはなんかお互いにみんないたよねっていうのが見えてる状態で、八尾ちゃんだけなくて、違う、だって八尾だってエレクトリカルに出勤しようと思って1月4日から。いやでも発見する前にアドミンにはエレクトリカル映ってなかったんですよ。うん、え、分からん。なるほど。じゃあでもずっといた、それは竹尾さんが見えた、竹尾さんのセルフキルだと思います。竹尾さんがセルフレポートをして、いや聞いてください、竹尾さんがセルフレポートしてみんなが後ろからやってくるのが見えたからレポートしたんじゃないですか。だって僕もレポートついたもん。え、だからつけたんじゃないですか。地地向きが見えるでしょ、それだったら。あ、近くだったら確かに見えますね。そう。え、アベベさんはでも、え、タヌキの目って赤い色って映さないくないですか。生物は。悪い。え、何？新発はまだ続くよ。なるほどな。わかりやすくなったな。カフェか？このルールだとな、なかなかタスク勝利が目指せないんだよな。アビソン。
キュリティロー。ここら辺怪しいな、左側4箇所。みやび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 みやで、なんで、まあ、僕と、アベベンさんと、みやびさんが降りてったのは見えてたと思うんですけど、僕そのままストレージ行こうとしたんです、一人で。あの、シールドにみやびさんが、タスクやろうとしてたんで。はい。ちょっと怖かったんで離れようとして、で、そこにアベベンさんがくっついてたんで、あ、これもしかしたら殺すんじゃないかと思って戻ったら、温かい死体がそこにあった。ちょうど弁当が開く瞬間があって、もうみやびさんしか僕にはないんで。まあ、一応カメラを見た情報で言うと、ゆめいきさんは相当アベベンさんと一緒にいたっていうのは確かですね。はい。で、僕からするなら結構殺す、逆に言うなら僕もアベベンさんを殺せそうなタイミングは、逆に言うとないんですよね。なぜならみやびさんがいたからです。僕がインポスターだったらそれができないんで、僕目線としてはもうみやびさんしかないかな。めんどくさい、これどうしよう。ただ、他にも死んでるよね、これ、ホタニさんとか。そうね。これ、ほんとだ。うん。で、ここで釣り間違えちゃうと、多分下手したらここで終わっちゃうので。いや、終わっちゃうね。だから、まあ、しゃかりさんでしょう。なんでやねん。え、なんでか、なんでか教えてあげましょうか。はい、カメラを見ると、キルクールタイムが減らないんで、カメラをずっと見てた023は、かなり白いです。うん、はいはい、ああ、なるほど。ああ、なるほど。ダブルキル狙えるところだった。そうだね。あ、ん？待って、でももう一人減ってない？メイヤオ、え？メイヤオが釣られて、あ、ネオくんもか。いや、だいぶ減ってる。どうネオさんも釣られて、切られてますね。なんでタスコさん俺になんの？ってなると、ゼロ。小谷さんも食われてるか？うん、食われてる。てか、急に俺に矛先向けるのは意味わかんないんだけど。なんで？竹雄はもう隠しろなんで。やっぱちょっと私目線では多分まだ2人いますよね。2人いますよね。そう、いるいる。なので、目線としても、うん、そもそも八尾ちゃんと言い合ってて、で、いや、そもそもここで私釣られたら終わるんで、ゆめきさんに入れてほしいです。じゃあ、マシャカリさん釣ります？ちょっと待ち合わせ。なんで急に俺になんねん。ちょっと待って。票合わせよ、竹雄さん。竹雄さん、票合わせよ。味方だと思うから。俺、じゃあ、ゆめきみやびさん入れちゃいます。じゃあ、みやびさん入れます。なるほど。入れますか。いや、でも終わるんで、ゆめきさんに入れてほしいんだけど、あと竹雄さんだけだ。竹雄さん。あー、なるほど。どうする？これ押して、最後の一人を釣って、クルメイト調理狙いますか？誰か。じゃ頑張ってください。いや、まあ、釣るしかないでしょう。うん、釣るしかない。早く。ほらな女、あれ。え、僕釣るんすか、竹雄さん、マジで。ちょっ僕的にはまずちょっと竹雄さんともマシャカルさんやり合っちゃってるんで、ゼロツーさんの意見聞きたいです。夢行さんは今なんか白く、あの宮城さんが黒だったことによって白く見えて、はい、で、うん、竹雄さんも、そうですね、さっきのカメラ見せた感じ怪しいかと言われると、材料がない。マシャカリさんは今リアクターをあの上になんか行かないで真ん中にずっと佇んでたのが非常に怪しいなって思いました。いやそれは困るな。え、竹雄さんが明らかに下に行ったのになぜ上にまっすぐ行かずに真ん中で佇んだのか、うん、あとねまず隠しろ、竹雄さんも隠しろと、あと俺も隠しろでいいのかな、うん、今回のであのやり合ってる2人がまあ生きた上で今44になって、まあ、夢行さんが生きてることによって終わってないから、これ僕も隠し色になりました、これで。はい。で、竹雄さんも多分、八尾ちゃんとやり合って、今この現状になってるから、うん、これも隠し色なのかなと思うと、もうあと、マシャカリさんかゼロツーさんかしか僕見えないです。で、前回、マシャカリさんどっから来たんだろうっていうのもありますね、僕視点からだと。あー、なるほど。カメラ？カメラですね。あー。どっか？いや、アッパーエンジン、アッパーエンジン。アッパーエンジン、リアクター直して、リアクター直しましたね、僕。見てますよね。え、見てない？見てるよね？え？え、誰が見た？誰が見ましたか？この前。直したじゃん、直した。見てないです。
え、竹雄さんもいなかったからな。いなかったの。竹雄さん何も言わない。そこら辺には関係ないんで、僕ナビゲーション行ってたんで。ああ、なるほど。え、なんで急に俺に矛先向けた、さっき。なぜ？ん？いや、だから02さんがカメラ見てるってことは、カメラ長時間見てるってことは、うん、まあ1キルした後の2キル目が狙えないじゃないですか。うん、キルクールタイムかな。そう、はい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 、それはなかなか厳しいんじゃないかなって思うんですよ、ね、でも02さん俺ずっと02さん後ろいたよね俺。いや、ずっといなかったですよ。じゃあ最後いたじゃん、さっき。最後はいましたよ。そうそうそう、殺せたじゃん。いやいやいや、うーん、それ殺したから来たんじゃないかなって感じがしますね。ま、いや、殺し、さっきのってだってあれでしょ、ホタンに加藤、ネオ、アベベンの3人が亡くなってて、はい、でさっき言った通り、うん、02さんは長時間カメラ見てたんだったら、これ2人殺せる余裕はないと思うんですよね。で、宮城さんも多分それはできてないってなると、あと1人誰かになって、うん、まあ、カメラで竹尾さんの動きもちらちら見えてて、だから 誰と、うん、誰かと一緒にどっかの部屋に入ってるっていうのがあんまなかったんで、これ、うん、でもあ、で、僕からするなら、もしこれでマシャカリさんじゃなくても02さんっつったら確定になるんで、武雄さん押せますか、ボタン。押せますよ。暗示投票ですね。なんで、まあそれでいけると思うんで頑張りましょう。まあ終わるっしょ。終わるっしょ。終わるっしょ。ごめんなさい。終わった。遠いよ。やったー。やったー。伏見。伏見。やったー。殺意抑えきれなかった伏見。いや、夢行きと竹を。あと、じゃあ、あの、お二方申し訳ございませんでした。あ、いいっすね。およよよよよ。02さん出したかったんだけどな。そう、素晴らしい。殺し切りましたね。これ、安倍さんよ。いや、ちょっと怖かったんで、見に行ってよかったです、本当に。よかった、本当に。本当に、だから、夢行きの、夢行きの判断だと竹をのパスがもう最高だった。すごかった。いやー、賢すぎる。マジでびっくりした。カメラずっと見てるから白はすごい戦えてるって思って、ね、すごい名探偵ですわ。最後かった。突然の竹尾さんがね、マシャカリさんに目線向けた時、俺もドキッとさ、え、俺もすげえですわ。え、ちょっとちょっと早く次の次のしましょうよ。